こちら、サラメさん超運動から授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。超運動会では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますと、ヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。サムさん、小学部の問題、行ってみたいと思います。本日から使うのは、会話長文です。で、皆さん、設問形式はこういう感じになっております。で、皆さん、合計9問あるんですが、じゃこれはもう全部いけるかと思いますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、出だしはこんな感じでございます。皆さん、問いの1番ですね。選択肢ちょっと多いんですけども、皆さん、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはですね、空所のその直前のここではないかなという感じがしますね。Please meet you ということで、お会いできて嬉しいですよということです。で、皆さん、お会いできて嬉しいですよと言われたら、私も同じですよ。つまり私も会えて嬉しいですという話ですね。これで皆さん、社交辞令ということもあるかもしれませんが、話はスムーズに進むかと思います。さあ皆さん、続いて下線部いでございます。皆さん、こういう設問に変わっておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、もちろん下線部そのまんま訳していただけますと、なんか走り回ってる様子が伺えますよね。でそこから選ぼうと思ったら選べますよね。もしくはこの波線引っ張ったところですね。皆さんまだチェックしてませんというところですね。そこからいけそうですね。もちろん正解は B ですよね。I've been busy ということで忙しかったんですよということですね。確かに走り回ってる様子からいけますし、メールのチェックもできてませんというところの理由にもなっておりますので、間違いないかと思います。で、皆さんヒントにしたこの波線のところではあるんですが、皆さん出だしが haven't ですよね。否定語でございます。で、皆さんこの否定語から右側がヒントになってくる可能性がよくありますよね。ですから、情報構造を意識しておくとバッチリです。さあ皆さん、続いて空欄2番でございます。皆さんまた考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、おそらくヒントにしたのは空所2番の右側ですよね。皆さん、月曜は一日中いませんよというお話を相手にしておりますので、これでいけそうですよね。で、もちろん正解は H ですよね。This is very short notice ということですね。皆さん、notice。お知らせでございます。で、その具体的な内容が一日中おりませんよということですね。ですから、しっかりつながってきますので、バッチリかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところですが、例えばこのあたりであれば、B 動詞の右側ですよね。情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて下線部、ロでございます。皆さん、このタイミングで考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、下線部、アウト・オブ・ザ・クエスチョンですが、皆さん、これ皆さん、問題外という意味の有名な熟語ですよね。論外だ。お話にならないということですね。そこから皆さん、選んでいただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、正解は C ですよね。皆さん、インポッシブル、不可能ということですね。皆さん、アウト・オブ・ザ・クエスチョン、問題外話にならない。そこから皆さん、インポッシブルにつなげていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、この点点点のところですね、見ていただけるとよろしいかと思いますが、おそらくこのあたりがヒント、ポイントにして答えが導けたんじゃないかなという感じがいたします。で、皆さん、場所はどうなってますかと言われたら、例えば、that's B 動詞の右側ですよね。もしくは、こちらもそうですね、is B 動詞の右側ということでございます。というところで、やっぱり情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて空欄3番でございます。皆さん、考えていただけますか。
皆さん、ヒントですが、多分クラス3番の直前でよろしいかと思います。で、皆さん、この波、線引っ張ったところですね、見ていただけるとよろしいかと思いますが、まず終わらせるのに何日ぐらいかかるのかということですね。で、それに対して皆さん、まあ、1週間ぐらいですよというお話でございます。で、もちろん未来のお話でございます。だからと考えていただけるといけるかと思います。ですから正解はいいですよね。So a delay is possible ということで、皆さん遅延はあり得るということですよね。ですから皆さん未来の話でございますので、まあ、何が起こるか分かりませんからね。まあ、大体1週間ぐらいとは言ってはみたものの、実際やってみると遅延が起こるかもしれないということで、うまいことつながっていきますよね。で、皆さん、ヒントにしたところと言われたら、例えばこの辺りですよね。一般動詞の右側でございます。この辺りであれば、B 動詞の右側ですよね。ですから、情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて空欄4番ですね。皆さん、また考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、おそらくヒントにしそうなところ、皆さん、波線振ってみました。で、空欄4番があって、まず初日はね、ドリルで穴を開けるんですね。点点点ということです。このあたりからいけそうですよね。もちろん正解は J ですよね。What is the repairs involved ということで、皆さん修理は一体どういうものなんですかということですね。これを受けて初日はドリルで穴開けますよということです。ですから、うまいことつながっていきますよね。で、皆さんヒントにしたところと言われたら、これですよね。前置詞の右側ということでもよろしいでしょうし、B 動詞の右側ということですね。情報構造バッチリです。それでは先ほどの続きでございます。今度は皆さん空所5番ですね。また考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントですが、例えば空所の左側であれば、おそらくこの辺りですよね。皆さん、熱い水、まあお湯ですね。そして、まあ冷たい水というものが、9時から5時まで、まあ出ませんよということですね。で、それに対して、当然、フラストレーション、欲求不満が溜まっている様子。それが伺えますので、いけそうですね。ですから、正解は G ですよね。This is getting worse and worse ということで、もう悪化しまくってるんですよね。ですから、フラストレーション、欲求不満が溜まるのも頷けるかと思います。で、もちろんヒントにしたところですが、例えばこの辺りであれば、B 動詞の右側ですよね。さらには、Understand 一般動詞の右側ということです。情報構造バッチリです。皆さん、続いて下線部はでございます。皆さん、これですね。この4つの中から言い換え可能な選択肢を選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ダウンザラインなんですが、これはちょっとさすがに知ってる人はあんまりいらっしゃらないんじゃないかなという感じがいたします。ただ、皆さん、ダウンザラインがわかんなくってもですね、ダウンザロードだったら知ってる方いらっしゃるんじゃないかなという感じがいたします。ですから、皆さんお持ちの熟語集にそれが載ってる可能性がありますからね。ですから、皆さんそっから選んでいただいてもよろしいかと思います。で、もちろん皆さんダウンザロードも知りませんという方もいらっしゃるかと思いますので、その方は多分この波線のところですね。Done with in this month ということで、今月内にその作業が行われるんですよね。もしくは We will ということで、この助動詞 will もヒントになっているかと思います。ですから正解は C ですね。In the future、将来、未来ということですね。で、この波線のところ、未来の内容をしっかり書かれておりますね。We will から判断していただいてもよろしいかと思います。もしくは先ほどお伝えした Down the road ですね。将来。という意味からこの選択肢のシーンですね、つなげていただいてもよろしいかと思います。それでは最後は下線部 A ですね、これでございます、最初の5は与えられている I が回答用紙にあったということでございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、英作文でございます。説明の指示とですね、模範解答をちょっと書いてみました。
で、皆さん、私は何か自分にできることがあったらいいのになと思うということですね。で、皆さん、いいのになと思うわけですから、皆さん、仮定法で I wish。これは一応なんとかなるんじゃないかと感じがいたします。そして、皆さん、何かあるということですから、多分、there is 構文ですかね。there is something ということです。そして、あとはそれに自分にできることということで、皆さん、I can do ですね。後ろからかけるという感じでよろしいかと思います。で、皆さん、ここからじゃあどうしますかということなんですが、皆さん、思い出してほしいのはやっぱ仮定法ですからね。まあ、仮定法ということは、皆さん、時制に注意ということですね。特に皆さん、there is、皆さん、現在時制はダメですよね。ですから、過去時制に表記を整えるということでよろしいかと思います。で、まずもちろん、there、思わずまた was にしないでくださいね。仮定法ということでございますので、were がバッチリということです。ですから、皆さんもちろんそれに合わせて can do のところも、could に直しましょうねということですね。ですからそこだけ、気をつけていただけるとバッチリかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さんご覧いただいた通りですね。会話長文、会法は皆さん論説文ですね。他の一般的な評論文と同じで問題ないかと思います。ですから、特に、なんか、奇抜なですね、特殊な方法がいるかっていうと、そういうわけでもないんですね。普段の努力で十分かと思います。ただし、皆さん、小学部ですね、第一志望とされている方はご存知かと思いますが、比較的、早稲田の中だったら優しい学部に入るかと思いますので、ですから、他の学部の過去問ですよね。どっちかというと、こっちの方が難しいかと思いますので、このあたりで練習をしておくとですね、試験当日、小学部簡単だな、というふうに感じれるでしょうし、まあ、感じれないとですね、なかなか合格点は取れないかと思いますので、このあたりは頑張っていただきたいなと思います。ということで、今後ともよろしくお願いいたします。